ジェームズ・イーウェル・ブラウン・スチュワート、通常は J.E.B. スチュワートは、アメリカ合衆国バージニア州出身の軍人であり、南北戦争では、南軍の将軍だった。友人からは、ジェブと呼ばれた。スチュワートは、その偵察の専門的技能と攻撃的作戦の支援を行う騎兵の活用で知られた騎兵指揮官だった。騎兵のイメージを作り上げ、 その真面目な仕事ぶりは、ロバート・イーリー軍の目となり耳となって、南部の士気を高めた。スチュワートは、大胆な騎兵士官として、評判を勝ち取り、二度にわたって、北軍のポトマック軍を翻弄し、自身に名声をもたらしたし、北部の者には、当枠を与えた。疑いもなく最も有名な方面作戦となった、ゲティスバーグでは、スチュワートの部隊が長時間。 リー軍から離れていたためにリーは北軍の動きを感知できずゲティスバーグの戦いでのリーの敗北につながった。歴史家たちはこのことがスチュワートの失態によるのかフーンとリーのはっきりしない命令によるのか決めかねてきた。ゲティスバーグ方面作戦はこの戦争の中でも最も重要な二つの騎兵同士の戦闘。 ブランディス・ステーションとゲティスバーグの3日目の戦闘で、スチュワートがしくじったものでもあった。1864年のオーバーランド方面作戦では、北軍フィリップ・シェリダン少将の騎兵隊が、スチュワート隊に攻勢をかけて破り、イエロータ版の戦いでスチュワートは戦死した。スチュワートは、バージニア州のノースカロライナ州との宗教近く。 パトリック軍のプランテーション、ローレルヒルノーエンで生まれた。11人兄弟の8番目であり、男は5人だったが幼児期を生き延びた中では、最年長だった。曽祖父のアレクサンダー・スチュアート少佐は、アメリカ独立戦争中のギルフォード軍庁舎の、戦いで一個連隊を率いた。父のアーチボルド・スチュアートは、米英戦争の古参兵であり、政治家、及び弁護士で、 バージニア議会の両院でパトリック軍選出の議員となりアメリカ合衆国会議員も一期務めた。アーチボルドは内務長官を務めたアレクサンダー・ヒュー・ホームズ・スチュアートとはいとこだった。母のエリザベス・レッチャー・パニル・スチュアートは経験な宗教心と事業感覚のある女性として知られ家族の農園を経営した。6人の姉妹の一人は コロンビア・ラファイエット・スチュワート・ヘアストンだった。スチュワートは14歳の時まで母と家庭教師によって家庭内で教育を受け、その後ホワイトビルの学校に入学した。1848年から1850年まではエモリーヘンリー大学に通った。1850年にニューヨーク州ウェストポイントの陸軍士官学校に入った。10代の頃は ハンサムではなかったが、旧友は、スチュワートのことを、あだ名のビューティーで呼んだ。これは、旧友がその言葉の正反対の意味でその容姿を、表現したものだった。ロバート・イーリーが1852年から、士官学校の校長となり、スチュワートは、リー家とも親しくなって、たびたび社交的な付き合いもした。リーの老いであるフィッツ・ヒューリーも1852年に、 士官学校に入学した。スチュワートにとっての最終学年では、士官候補生の階級で、第2大位を得たことに加え、騎手としての技術を見込まれて名誉ある、騎兵士官に指名された8人のうちの1人にもなった。スチュワートは1854年に、同期46名中13番で卒業した。騎馬技術では同期の中で10番目だった。士官学校では、 土木工学の授業を楽しみ、数学も得意だったが、製図の腕がまずかったのでその学習が妨げられ、この科目に関しては29番目で終わった。スチュワートは名誉商位に任官され、テキサス州でアメリカ騎兵ライフル連隊に配属された。間もなく、カンザス準州のレブンはストリデで新しく結成されたアメリカ第一騎兵連隊に転任し、 連隊の補給係将校となり、1855年に、中尉に昇進した。1855年にはまた、第二アメリカドラグルーン連隊の指揮官、フィリップ・セント・ジョージ・クック中佐の娘、フローラ・クックと出会った。彼らは、出会いから2ヶ月足らずの9月に婚約した。スチュワートは、その急速な交際について、ラテン語で、来た、見た、勝ったというもあを交えて書いた。 賑やかな結婚式が、カンザスのリリー取り出で計画されていたが、9月20日に、スチュワートの父が死に、計画が変更されて、11月14日の、結婚式は小さく、家族の立ち会いに限られたものになった。スチュワートの指導者としての能力は、間もなく、認められた。インディアンとの紛争や、血を流すカンザスで経験を積んだ。1857年7月には、 辺境で先住民族と戦っている時に負傷した。1859年、ロバート・イーリー大佐に宛てた命令書を携えて、ハーパーズ・フェリーに行き、そこのアメリカ軍武器庫を襲撃したジョン・ブラウンの殲滅命令を伝えた。武器庫を包囲している時に、スチュワートは志願して、リーの副官となり、最終攻撃の前に、ブラウンに対する最終通告を読み上げた。 1861年4月22日に大意に昇進したが5月14日バージニア州のアメリカ合衆国からの脱退の後で南軍に加わるためにアメリカ陸軍を除隊した。近づきつつあった戦争の中でギフのクック大佐がアメリカ陸軍に泊まることを知ったスチュアートは義兄に当てて彼は一度ならず後悔するだろう。さらに後悔し続けるだろうと書いた。 スチュワートは1861年5月10日に南軍のバージニア風評連隊中佐に任官された。ハーパーズフェリーでストーンウォール・ジャクソン大佐の下に出頭するとジャクソンはスチュワートの不評隊付き任務を無視して7月4日付でシェナンドー軍の全機兵隊の指揮を任せた。7月16日には大佐に昇進した。 シェナンドー渓谷での初期活動の後、第一次ブルランの戦いでその連隊を率い敗走する北軍の追撃に参加した。続いてポトマック川上流の前進基地を支配し、当時はポトマック軍、後の1862年3月には、北バージニア軍と呼ばれた軍隊の騎兵旅団の指揮を任された。9月24日に順将に昇進した。スチュワートは、 敵軍の後方で大胆な威力偵察を行うという一般の評判を得た。半島方面作戦とその後のアンティータムの戦いで二度までも、ジョージ・マクレラン少将の軍隊をすり抜けた。これらの開挙自体は軍事的な意味を持たなかったが、南部の士気を高めることになった。北バージニア方面作戦の初期にあたる1862年7月25日。 スチュワートは少々に昇進し、その部隊は、騎兵師団に格上げされた。8月の襲撃中に危うく捕まりそうになり、追撃してきた北軍に、彼のあつらいである、羽飾り付きの帽子とマントを取られたが、翌日のカトレットステーションの襲撃では、北軍の指揮官、ジョン・ポープ少将の作戦本部を占領して、 ポープの征服人揃いを手に入れただけでなく、命令書まで押さえ、リーに多くの貴重な情報を与えることになった。1862年の暮れ、ラッパハノック側の北を襲い、事態は27名を失っただけで、敵には230名の損失を与えた。12月、フレデリックスバーグの戦いで、スチュアートとその騎兵隊は特に目立ったのが、 ジョン・ペルハム少佐の騎兵砲兵隊だったが、ハミルトンクロッシングで、ストーンウォール、ジャクソン中将軍の側面を守った。この戦闘の前に、スチュワートはジャクソンに、下手の良い金の縁飾りのついた南軍の上着を送り、それで、ジャクソンがより将軍らしく、見えるものと考えた。1863年5月、チャンセラーズビルの戦いで、 ジャクソンが致命傷を負った後の数日間、スチュワートはリーから第二軍団の指揮を取るように指名され、騎兵同様に不評の指揮をうまくこなした。ジャクソンが死んだ時、スチュワートがジャクソンに渡した灰色の上着は、血で汚れ切断術の時に破れていたので、古い青の軍服に着替えさせていた。ゲティスバーグ方面作戦では騎兵に戻ったスチュワートが、 その経歴の中での二つの汚点を残すことになった。この戦争でも最大の騎兵同士の戦闘となった1863年6月9日のブランディス・ステーションの戦いで南部の騎兵を率いた。戦闘は引き分けに終わり南軍はその陣地を確保した。しかし、吸収を受けて犠牲を出したことが騎兵にとって厄介な打撃となり、 北軍の騎兵能力が向上していることを示し、つまりは以前無敵だった南部の騎兵の凋落を予告することになった。リーと北軍のジョージ・ミード少将が互いにゲティスバーグに向けて行軍した時に、リーはスチュアートにシェナンドー渓谷を下る南軍の動きを隠すようにし、ハリスバーグ方向に前進しつつあった。 先見隊、リチャード・イーウェル中将の第二軍団との接触を保つように命じた。スチュワートはこの時も北軍を回り込んで、結果的にイーウェルよりもはるか東に位置することになったが、北軍との接触もなく、まして、リー軍との連絡もなくなってしまった。リーの命令はスチュワートにかなりの自由裁量を与えており、両将軍ともに、 スチュワートの騎兵隊が長時間軍隊からいなくなったこと、さらに軍隊と共にある騎兵のより積極的な役割を割り当てられなかったことについて共同責任を負っていた。スチュワートとその最強の参個旅団はゲティスバーグに接近する重要な段階と戦闘の最初の2日間、軍隊から離れていた。リー軍は敵の領土内で地形、道路あるいは 敵の勢力や配置に関する詳細情報もないままに置かれていた。この情報の欠如によってリーが考えていた自軍の結集を終える前に7月1日にゲティスバーグの戦いを始めた重要な原因になった。スチュワートは戦闘の2日目遅くにゲティスバーグに到着し、北軍から捕獲した一体の物資入馬者を連れてきていたのではあるがリーからは滅多にない検跡を受けた。 戦闘の3日目、スチュワートは敵軍の後方に回り込んで、ピケットの突撃がセメタリーリッジに対して行われるのと同時に、敵の通信線を妨害する命令を受けたが、イーストキャバルリーフィールドでの攻撃は、北軍のデイビッド・グレッグ殉将とジョージ・アームストロング・カスター殉将の騎兵隊に撃退された。スチュワートは、ゲティスバーグ方面作戦でのその役割について、 失席されることも懲罰を受けることもなかったが、9月9日に、軍団指揮官に任命されたにもかかわらず、中将への昇進がなかったことは注目すべきである。歴史家のエドワード・ボーン・ケンパーは、北バージニア軍の他の軍団指揮官がすべて中将に昇進し、同時に、スチュアートの部下であるウェイド・ハンプトンや、フィッツ・ヒューリーを少々に昇進させておきながら、スチュアートが、 少々の位に止まったことは、剣跡を意味していると考えられるとしている。オーバーランド方面作戦では、スチュワートが5月11日に、リッチモンド郊外で起こったイエロータバンの戦いで、フィリップ・シェリダに少々の騎兵隊を遮断した。この時、馬を降りた北軍の騎兵が10内市30ヤードの距離から拳銃で、スチュワートを狙撃した。 スチュワートは翌日アメリカ連合国の首都の義兄邸にあたるチャールズ・ブリュワー医師の家で死んだ。スチュワートはその死の床で好きな賛美歌の一つである千歳の岩を皆で歌うよう要求した。スチュワートの囁いた最後の言葉は私は運命に身を任せる。神の意志が行われただった。31歳だった。J.E.B. スチュワートは リッチモンドのハリウッド墓地に埋葬された。その妻フローラと子供たち、J.E.B. スチュワート・ジュニアとバージニア・ペルハム・スチュワートが後に残された。スチュワートの死後、妻のフローラはその人生の残り49年間黒の模服を祈祷した。親友のストーンウォール・ジャクソンと同様に、スチュワート将軍は、 伝説の人物となり、アメリカでも、最も偉大な騎兵指揮官の一人と考えられている。彫刻家、フレデリック・モイニハンが制作した、スチュワート将軍の銅像は、1907年に、リッチモンドの有名なモニュメントアベニューのスチュワート、広場で除幕された。ストーンウォール、ジャクソン将軍同様、その騎馬像は北を向いており、南北戦争で死んだことを示している。 1884年、バージニア州テイラーズビルの街は、スチュワートと改名された。アメリカ陸軍は、第二次世界大戦で使われた2種類の戦車、M3 と M5 に、かつての敵対車の栄誉を称えて、スチュワート戦車と名付けた。バージニア州、フォールズチャーチの高校、J.E.B. スチュワート高校も、彼にちなんで名付けられた。その学校のスポーツチームのあだ名。 レーダーズは、スチュワートの南北戦争での戦術を称えている。2006年12月、フローラ・スチュワートが塗った個人的な南軍軍機がオークションに出され、南軍の旗としては、記録破りの95万6000ドルで売られた。34インチ X34 インチの旗は1862年に、スチュワートのために、 フローラが手縫いしたものであり、スチュワートはその最も有名な戦闘のいくつかに、傾向した。しかし、その年の12月に、爆車からキャンプの火の中に落ちて損傷した。スチュワートはその旗を、事故の天末を語り、旗の損傷について、落胆ぶりを告げる手紙と共に妻に戻した。この旗は1969年まで、スチュワート家に置かれ、 その後将軍の孫娘によってバージニア州ストーントンのスチュワートホールに寄贈された。スチュワートの妻、フローラ・クック・スチュワートはストーントンのバージニア夫人学校の会長をしており、彼女にちなんで1907年にスチュワートホールと改名されていた。この学校は密かにこの旗と手紙を2000年に収集家に売却した。この旗と手紙は スチュワートホールの応接館に一つの枠に入れて展示されていたが2006年にそれぞれオークションで売却されたスチュワートの生誕地パトリック郡にあるローレルヒルは1992年に J.E.B. スチュワート生誕地保存信託会社に買い上げられ保存と説明が行われているテレビ番組ハザードの公爵の中で公爵のいとこの一人は ジェブ・スチュワート公爵と名付けられている。1960年代から1980年代予測まで DC コミックスが出版したお化け戦車を登場させる長寿の漫画本 GI コンバットでスチュワート将軍の幽霊が彼の名前をもらったジェブ・スチュワート中尉に指揮される戦車の上員を案内した。ジョセフ・フクアは映画ゲティスバーグと神と将軍でスチュワートを演じた。 エロ・ールフリンは映画カンサス期兵隊で南北戦争前の時代にカンザスやハーパーズ・フェリーでジョン・ブラウンと対峙するスチュアートを演じた。この映画は多くの歴史的不正確性のために悪評を被ったが、その一つはスチュアート、ジョージ・アームストロングカスター及びフィリップ・シェリダンが固い友人であり、3人ともに1854年に ウェストポイントで学んだことになっている。南軍が南北戦争で勝ったらというシナリオを叙述する。もう一つの歴史小説のいくつかは、ジェブ・スチュワートのもう一つの人生に広範な役割を与えている。ロバート・スキミンの灰色の勝利やハリー・タートル・ダブのタイムライン191シリーズでは著名な登場人物となっている。 実験的なバンドであるジェブ・スチュアート・トリビュート・バンドは将軍の名前を使っている。その歌はジェブ・スチュアートが暮らした南部の文化に関する話題を含んでいる。ありがとうございます。